お花紙で朝顔を作りましょう。まずお花紙を半分に折ります。それをもう半分に折ります。ただこれを三角に折って、もう一度三角に折ります。これを開きます。でこの部分ですね、この部分を真ん中に合わせるように半分に折ります。一度開いて、今度この折り目の真ん中に合わせるように折ります。そしたらこの中心からこの折り目の角に向かって、こういう風に斜めに折り上げます。これを裏返して、この折り目に合わせてきちっと折りましょう。今度また表に返して、最後にこれを折るとお等分できます。少しずれますが、片側だけきちっと合わせてください。でこのはみ出た部分を丸く切ります。最後に朝顔の真ん中の模様を作るので、ここの部分を斜めに切り落とします。これを開くと、朝顔の花の形になっています。これが4枚できています。次に葉っぱを作ります。葉っぱも半分に折って、半分に折って、次、細長く折ります。で、葉っぱの半分の形を切ります。朝顔の葉っぱの半分の形はだいたいこんな形をしています。もう一つ取れますね、小さめのが。反対側でももっと小さいのが取れます。これを切り取ります。これを広げると
朝顔の葉っぱの形になっています。ビニールコーティングしていない紙皿です。ビニールコーティングしていない糊でくっつく紙皿を用意してください。穴あけパンチを使ってあらかじめ穴を開けておきます。ぐっと端を裏返して奥まで押し込んで、穴を開けます。ここに先ほど作った朝顔を貼っていきます。水溶きの糊を使ってください。でんぷん糊でも液体糊でも構いません。まずお皿の方に糊をつけて、そこに花をのせます。のせた後、もう一度筆でなじませます。違う色で何色か作っておくといいですね。先ほど開けた穴にモールを通します。そして折り返します。朝顔のつるを巻きつけるようにくるくると巻きましょう。こちらも通して出してきたら、この短い方を朝顔のつるが巻きつくようにくるくると巻きつけましょう。これで朝顔の針江の絵皿の出来上がりです。周りが白いままでは寂しい場合は、こんな風にお花紙を貼って色をつけていきましょう。